ありえないだろう。女房の友人のいとこが、いい知らせがあるよ。足止めしている間は本土が多す。策が出たのか。ケンジがヒアリを盗めそうな場所を見つけた。今から向かう。幸先が良いな。だが兵の数が足りん。ダメだ。叔父上も藩を葬りたいはずだ。ご加勢くださろう。捕まって牢屋行きだ。では叔父上に宛て文を残せばよい。城は侍だらけだよ。蹴取られる前に城を出る。よし、叔父上への文が書けた。城へは馬に乗っていかなきゃね。死んだ馬にはかなわないけど、こいつらも使ってやって。仲良くしよう。名前は何にする？風、空を裂いて走れ。いい名だね。どうやって城に忍び込むつもり？あそこで育った。城壁の抜け道は全て覚えておる。子供の頃よく叔父上から隠れたものだ。陣、何をしておる？ああ、夕げの魚を取っているんです。素手では取れぬと分かっておろうに。叔父上にご子息が生まれたら、私は捨てられますか？陣、よれ。思い違いをするな。わしは生涯続くこの道をお前と歩んでいくぞ。何があろうと。
また冷たくなった崖側には物見はおらん。殺せば化け物になり下がったと示すだけ。志村殿が後ほど宿泊で演説されるそうだ。士気を高めるためだ。いよいよ藩と刃を交える時。
鍵縄を使って橋の下を通るか、または何か他の手を探すか。怪しいものはないな。通ってよい。調べられた。中身が何かわからんだろう。志村様を裏切るわけないのによ。俺もさ、だって今は我慢しなきゃ。この物語、島を守るためよくぞ参られた。我らが、奴らは我らの島の村々を焼き尽くす。防げばいいでしょう。飲み食いする者に用心せよ。毒矢にも当たるでない。お前と劇を飛ばしたかった。ジン、恨むぞ。Yeah.
迷わず成仏してくれ。猛虎は対馬で食い止めぬ。将軍様のおわす本土を危うくさせてはならぬからな。猛虎は酒井殿と同じ毒を作れるようになったとか。わしの言うその名を口にするな。お許しください。あやつのせいで敵は民を毒で殺す術を得た。この島に災いをもたらした。次こそは逃しません。目指すは最上階。今なら忍び込める。城郭の2カ所で猛虎が敗戦を喫したらしく、どちらも酒井、いえ、クロードめの仕業かと。いかがされますか。クロードの処罰は後回しだ。猛虎を撃ってから考える。しかし将軍様のご下旨は。言われずとも分かっておる。なれど今は猛虎を撃つことが先決である。仰せの通り。反応は突き止めたか。北へ送った石膏が戻らず、捕らわれたか殺されたか。行き先は分かるな。足跡のいざなう方へ。俺の座敷、ここに帰ることはなかろう。Yeah!
お目に留まりそうなところに。堺だ、出会え。叔父上、お目にかかれぬことをお許しください。ハーンの水軍は泉に集まりました。本土を制するに足るだけの兵と毒を積んで、しかし大風が来れば、その時こそ猛攻を打ち船を沈める時。何卒ご加勢よ。そしてまたまみえんことを。父とことは申さぬまでも、歩む道を違えた武士として、叔父上がいかがお考えになろうとも、身内には変わりませぬ。